ド・バンジュ 90mm 砲は、シャルル・ラゴン・ド・バンジュが1877年に設計し、同年に採用されたフランス陸軍の野砲。1870年型レフィエ 85mm 砲、および1875年型ライトール 95mm 砲を置き換えた。ド・バンジュ 90mm 砲は五層式であり、ド・バンジュが開発したキノコ型の U 頭を利用した。 拡張式金細具を使用し、発射の際に効果的に汚染を閉鎖できた。中退機はなかったため、発砲するたびに放射の誤差が発生し、その都度に最小順を行う必要があったため、発射速度は速くなかった。この問題は1897年に中退機を装備した M189775mm 野砲が開発されるまでは、 すべての大砲に共通した問題であった。ド・バンジュ 90mm 砲は、第一次世界大戦時にはすでに旧式になっていたが、弾薬の備蓄があったことと、より近代的な大砲の十分な製造ができなかったため、第一次大戦においても使用された。最終的には、中大気付きの M1897-75mm 矢砲に置き換えられた。ウィキメディアコモンズには、 ドバンジュ 90mm 法に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。